はい、皆さんおはようございます。ヨガインストラクターの田中千恵です。今からアイソトニックを用いたマインドフルネスヨガを行っていきたいと思います。朝起きた時や、目覚めさせたい時などに、行ってみてください。はい、ではですね、足ちょっと肩幅に開きましょう。はい、では両手をぐーっと上に上げて、じゃ手を下ろしていきますね。じゃ次両手を上げてかかとも上げてみましょう。はい、じゃあ手とかかとを下ろして、じゃこの手とかかとを上げるのをですね、少し反復運動でご自分のペースでいいので上げて下ろしてを繰り返してみます。じゃあこれでですね、大丈夫な方はですね、右足を両手と右足上げて下ろして、今度両手と左足を上げて下ろして、これをまた繰り返してみましょう。ご自分のペースでいいので無理がない範囲で行ってみてくださいね。じゃあ一度ふう下ろしていきます。では次ですね、右手、右肘と左膝を少し軽く近づけるように持ってきますね。今度今と反対の肘と膝を、でこの時お腹の奥に少しこう力を入れる感じで、ふーっと息を吐きながら、ちょっと締めながら行ってみてください。下ろしていきましょう。ふう、はい、ではですね、手をですねお腹と胸のあたりに置いてみてください。そして今のご自分の呼吸を観察してみてください。いつもの呼吸よりも少し呼吸が速くなったような感覚を感じますか？胸の鼓動はどうでしょうか？血流の感覚はどうでしょうか？少し速くなったような感覚、脈拍やどんな感じがしますか？そしてですね、ゆっくりといつものご自分の脈拍や心臓の鼓動などに戻っていくような感覚を感じてくると思います。今日のご自分の体調はどんな感じでしょうか？体や心の状態がどんな感じかをありのままを感じてみてください。はい、ではゆっくりと手を下ろしていきましょう。はい、いかがでしたか？はい、ではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。